はい、もうものすごい出てます。はい、西成君です。ね、今テレビでやってるあの火事、なんやろ、とりあえずね、警察の方とか消防車の方から危ないんで、もう店閉めてくれってことで、マブハイも淡路山でも閉めてます。一応ね、やっぱり協力ね、協力して、うちも店閉めました。もう、なんやろね、悲しいですよね。なんか、自分のところのすぐ並びで、爆発事故とか起きて、怖いです。結構ね、消防の方とかもね、結構、まあ僕は行けるんですよ、行けるんですけどね、そんな、不謹慎なことしたくないんで、非常、数名の方も運ばれて、僕も見てます。見てるんですけど、その部分は、やっぱり取りたくない。やっぱりそういうのは取りたくないんで、不謹慎は思うんで、はい。だからまあ一応ね、一応この部分だけでやらせてもらおう。一応まあ警察の方もね、ほんま心配してくれて、お店もうやっぱ煙も入るし、一応まあまあもう閉めて帰った方がいいと、いうことで、はい、そういうことです。まあ皆さんね、まあまあちょっと火事とかほんま気をつけてください。ほんまに体あってのね、あれなんで、はい、もうこうやって皆さん忙しいと思います。はい、すいません、ありがとうございました。はぁ、とりあえずね、今ちょっと淡路屋から淡路屋丸の方に帰ってきてんけど、なんかね、まあ自分とこの知り合い、僕の知り合いがもしかしたら病院に運ばれてる可能性もあるという、そんな聞いてます。まあまあ名前は伏せますけど、ちょっと辛いかな。まあ分からないですよ、まだはっきりしたことは。ちょ、車来たわ、うん、まだはっきりしたことは分からないんであれですけど、ちょっと怖いね、ほんまに。やっぱり、まあ、火事ってほんまに起こしたくて起こしてるもんでもないし、ね、やっぱり気ぃつけたから言うて絶対に起これへんってもんでもないし、漏電とかあんなもいろいろあるしさ、やっぱ怖いなってほんまつくづく思って、まあ、したら店の並びでなって、もしかしたら自分の知り合いがっていうのも今聞いてるし、実際何人運ばれてっていうのははっきりじゃないねんけど、テレビでは4名ぐらい言うてるけど、分からん、ほんまに分からん、まあ自分の連れであろうが誰であろうが無事にね、何事もなく、ね、帰ってきてくれたらええなと思ってます、結構近所のね管理してる人とかもめっちゃ喋ってたんですけど、やっぱりあそこでもやっぱり年間 2,3 回やっぱりあるんでね、ああいった火事が。今回爆発、爆発って爆発がどういうような爆発なんか分からへんねんけど、まあ気になるんすけどね、まあ誰もね亡くなってないことをとりあえず祈るばかりです。はい、ほんま悲しいですね、なんか。まああんだけヘリコプターも飛んでて、消防署
警察官とかおってね、大将すぐ閉めてやとか言って、はい、わかりました。もう店の中まですっごい煙入ってきてたしねえ、僕の嫁さんとかうどん屋の愛ちゃんもね、もうゲホゲホ食ってたぐらいなんで、もうとりあえず体のことがあるんで、ね、早閉めようっつって、もう閉めて駅まで乗せてね帰らしましたけど、うん、とりあえずはもうみんなが無事でやったらね、そんでいいんすよね。まあとりあえず皆さんね、先ほども言いましたけどね、火事とかね気をつけてください。でね、救急車で運ばれた方ね、とりあえず無事を祈ります。はい、すいません、失礼します。